はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時の MTG 関連の動画をアップしていますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今回はこちらですね、ジャンド上陸、これやっていきたいんですけども、先日コメントの方で対戦動画の前にざっとなんかコンセプト的なやつ、紹介してくださいっていうことだったので、ちょっと試しにやっていこうかなと思います。いつもね、動画の一番最後にデッキ紹介ざっとやってたんですけど、まあ最後もまた一応入れるんですけども、まあジャンド上陸ということで、まあジャンドカラーで、まあランプしながら上陸をこの古の緑森で増やして、まあ異次元な動きをしていくっていうデッキですね。はい、まあ、これにつなげるカードがジャイルーだと。はい、まああとこのアクームの怒りもらう、こいつが絡んでくると何回も殴って、まあ、最終金の牙城とかでも攻撃力そこそこになってね、殴りか、続けられるっていう感じのデッキですね。はい、さあそれでは、対戦の方いきたいと思います。はい、プレイ。さあ対戦相手が先行、ジャイルーダを早く打ちたいな。1ターン目2ターン目3ターン目4ターン目か。はい、ガチョウ。はい、コブラ。何もなければ次のターン何マナ ?6 マナいけるか。ブロックしない。さあもう一体祝賀者。違うな、こいつは無理やね。こっちで行かなあかんね。いや、いけるんか。ちょっと待ってよ、何マナ出る ?5 マナか。4マナ。まあ、ここで2マナ出るけど。わかへんね。あ、いけるんか。一応ドライヤードまでいけるか。はい、ドライヤード。もう一回こいつ発動はできるけど、やめとこうか。はい、希望の光。はい、これしない。アナックス。難しいな。はい、ジャイルだ。もらうぐ。
ヘブロック。アタック、サータック、はい、対戦ありがとうございました。さあ、それではやっていきましょうか。対戦相手先行。土地が1枚欲しいね。土地が1枚くれば、あ、来ましたね。一応コブラが生きて帰ってくればっていう感じですか。でコブラ一点飛んできそうですね。選択か。なんかオムナス出てきそうな雰囲気ですね。あー、祭殿ね。はい、コブラ。はい、ドライヤード。もうこっちですかね。さあ、アタック。バラクートの探検を置けたんで、さあ次のターンどうすかね。お、ありがたい、来ましたね。黒黒。森を置いて、緑黒。先にニッサ行きますか。はい、ニッサ。さあ土地、森持って、森じゃ山持ってきます。そして黒黒。こいつ行った方がいいか。6マナ、12345、6マナ。
はい、巨神の波動。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。さあ金のガチョウ。睡蓮のコブラ。はい、睡蓮のコブラ。真面目な身代わりの方がいいか。真面目な身代わり。まあこれで次のターンジャイルーダいけるか。聖域か。であればバラクートの探検、1マナ2マナ3マナ4マナ5マナ。あ、黒の聖域。はい、工作。さあまだカウンターが打てる可能性あるのがやりにくいな。ここでマナ使い切ってくれた方がやりやすいか。お、使ってくれましたね。まあ一応神秘の論争の可能性はありますけど、気にせずいきますか。わあ、そこそうきたか。それはつらいな。こいつプレーンゾーカーも来るんか。難しいね。ジャイルダ行きましょう。
さあ、コブラ。さすがにあんまりのんびりしてられなくなってきましたね。これが結構きつい。はい、ニッサ。若者。緑マナ。今4マナか。さあ X2 で毒ロクダキの一撃。ジャイルーダ。モラウグ。さあ、アタック。さあ、とりあえず次のターンで決めてしまえば聖域全部揃っても関係ないんですけども、ランドへの突入。はい、工作。まあ、工作でマナ潰してくれる方がありがたいね。まあ、まず日差潰されるか。そしてコブラも潰されそうですね。お、これは勝ちましたかね。モラウグ。グーアの小道。さあ、カード引きます。さあ、グーアの小道起動。さあ、アタック。さあ、アタック。はい、対戦ありがとうございました。
さあ、どうしようかな。対戦相手先行だとマリガンだな。はい、7枚でキープ。ニッサ落とすか。はい。さあ、グーアの小道から。はい、ガチョウ。忘却の虚像か。はい、コブラ。お相手はクレリックデッキですかね。ブロックしない。さあ、ドクロクダキの一撃 X3。 さあ、アタック。はい、ターン終了。さあ、神聖なる僧侶か。まあ、緑マナですかね。はい、真面目な身代わり。はい、金のガチョウ。さあ、アタック。ターン終了。展開の語り部。タボラックス。何せ飛行クリーチャーは厄介ですね。さあ、ターンもらいます。西への緑森。こいつが唱えれたらいいですけどね。それができないのは、まあまあ、でもそれはしゃあないですよね。仕方ない。攻撃しない。ターン終了。さあ、ビート。
ただお相手も手札が。なくなりましたね。お互い手札ゼロ。こいつ出てる分まだなんとかなるか。はい、ブロック。展開の語り部また次のターン展開の語り部殴ってきそうですね。全員で殴ってくるか。これ到達忘れてんじゃないかな。ターンもらいます。かなり厳しいな。さあ、寓話の小道起動。マナはめっちゃ出るけどね。ライフは回復しとくか。はい、攻撃しない。ターン終了。さあ、高機王の野心か。神聖なる僧侶。さあ、66。殴ってきたら別にブロックしますけど。はい、ガチョウ。向こうが何もできないときは回復していきたいですね。はい、寓話の小道起動。さあ、ライフ回復。さあ、20点まで来ましたね。お、来ましたね。ジャイルーだ。で、モラウグ。
一旦終了。さあ次のターン殴りまくりましょうか。さあハンコン。特にやりようはないか。え、パス。ブロックしない。さあ能力起動。さあフードを出す、フードを出す。さあ回復。あ、できんかった。厄介だなこれ。さあ回復。以外が殴っていけばいいかな。さあアタック。アタック。はい、対戦ありがとうございました。さあそれじゃあデッキ紹介いきます。はい、ジャンド上陸ということで、金のガチョウが4、英雄的介入が1、睡蓮のコブラが4、バラクートの探検が4、イリシア木立のドライヤードが4、工作が2、巨神の波動が2、影刺す太枝のニッサが2、真面目な身代わりが2、アクームの怒り、モラウグが2、イニシエの緑森が3、深海の破滅、ガイガン、深海の破滅、ジャイルーダですね。深海の破滅外観っておかしいね。深海の破滅ジャイルーダですね。はい、変わり木の強制が1、ドクロクダキの一撃が1、ヤガディームの覚醒が1、沼が2、山が2、森が8、岩山かぶりの小道が4、グーアの小道が4、進化する未開地が4ということで。はい。まあ、最初説明した通りですね。ガチョウとコブラと、まあ、あと工作と巨神の波動、ここら辺でランプしながらドライアドとこの探検が出た状態、まあ、ニッサも出てる状態でどんどん上陸していって、イニシエの緑森、こいつで上陸効果を2倍にしていくっていう感じですね。まあ、このイニシエの緑森出すのにジャイルーダがいるっていう感じですかね。はい。結構もうなんか動き出すと
異次元な動きするデッキではあります。まあコンボデッキですね。まあコンボデッキ好きの方はぜひね、よかったら遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。